感動的だな。素晴らしい茶番だよ。アジル。いいざまだな。こうなったら物と変わりない。いや、もともと単なる物だったっけな。ひどい。フェブはあなたを守ろうとして、勝手に守ろうとして勝手に死んじまっただけだろ。俺に何の責任がある。バージル、だいたいお前はどうなんだ。レアリエンの人権だなんだと口うるさいお前が、あのコードを俺に教えるとはな。どういう風の吹き回しだ。私はあなたを助けたいと思ったから、だからレアリエンをなぶり殺しにした。やめて。違う、そうじゃない。何を恥じる。それこそが人の本質だ。人は破壊衝動によって律せられている。破壊こそ他者への探索行為、自己の確認行為として機能する。そして本能に抗えぬ自分を慰めるため食材を見出そうとする。俺はその言葉通り存在しようとした。お前もそのために今まで生きてきたんだろう。レアリエンを解体し無機物に意識を無双してきたお前だ。父親への憎しみ、母親が殺されたことへの怒り、惨めな自分を慰める行為、罪の意識から逃れたいだけでしたくもないことをしているだけ。偽善者、なんとお前にふさわしくない言葉だろう。もっと自分に素直になれよ。あなたに私の何がわかるって言うの。わかるさ、俺とお前は同類だからな。お前を動かしているものは一体何だ。そう、復讐さ。復讐でしか俺もお前も己を律することはできない。それが真実だ。理想なんてものはすぐに崩れ去る。希望なんてものはな、現実という徴用の前には夜露に等しい存在なのさ。この俺がそうだった。だが知った、変わらないんだよ。意識の限界だ。全てが閉塞したこの世界の限界なんだ。そう、俺たちにはそれが分かった。やめて、来たくない。バージル、あなたは子供の私を守ってくれた。なのになぜ、どうしてこんな心の傷をえぐり出すようなことをするの。あなたたちはどうして私の目の前に現れるの。どうしてそっとしといてくれないの。おいおい、そうじゃないだろう。お前はこう思っているはずだ。あいつが存在していて嬉しかったってな。そんなこと。来いよ、来ればお前にも見えるはずだ。そして選択しろ、お前が本当に望むものを。あったんだろう、やつと。やつは俺たちと共にある。わからない。彼はテスタメントだったのよ。簡単に受け入れられるわけないじゃない。お前の心はそうは言ってないぜ。うずくんだろう、心が。会いたいんだろう、あの色男に。奴も
お前に会いたがってる。やめてよ、それ以上何も言わないで。シオン、彼の話に耳を貸してはいけない。